ようさ。誕生日を迎えて、あなたはまた一段とたくましくなりましたわね。実に喜ばしいですわ。ありがとう、モスクリーン。ねえ、立派になった僕にはふさわしい祝い方があると思わない？ってわけで、改めてお祝いの言葉をお願いね。固め濃いめ多めで。固め濃いめ多め？はちみつドリンクですの？わかりましたわ。ではまずは固めで。帝王様、あなたこそ世界の帝王になるべく生まれたお方。この生誕の日に忠誠を。うんうん、苦しゅうないぞよ。続けて続けて。次は大好き成分濃いめでね。大好き？そんなのやったことありませんわ。見よう見まねで。そのあなたのおそばでお祝いできて楽しい、いえ幸せと言いますか、もはゆいですわね、これ。うんうん、最後はプレゼント多めでね。調子に乗りすぎですわ。こうなったら、ええ、いいですわ。お望み通りビタミン注射を多めに、ブッスブスとプレゼント。主治医。誕生日おめでとう、帝王。年々見違えるほど強くなるな。ありがとう、会長。僕のやる気に体がどんどん追いついてくる感じなんだ。昨日伸びなかった足が一歩前へ、昨日届かなかった手がもっと上へ。会長の背中も見えてきたっていうか。末恐ろしいな、帝王。だが君が私に追いつくことはない。おそらく未来永劫にな。わ、それって絶対勝利宣言？少し違うな。最近より強く感じるんだ。君は私とは全くタイプの違う馬娘だと。私が5なら君は10。生誕の日を超えるたびに私の知る幼い君は変わっていく。それがたまらなく寂しく、そして嬉しい。帝王、本当におめでとう。ずっと見届けさせてくれ、君の未来を。会長。うん、どんなに強くなっても僕